バリオバーンこの項目では、かつて、オーストラリア・シドニーの路面電車である、シドニーライトレールで使用されていた、超低床電車のバリオバーンについて解説する。1997年に開通した、インナーウエストライトレールへ向けて7両が導入されたが後継車両の導入に伴い2015年に営業運転を終了し、1両を除いて解体された。オーストラリアの大都市、シドニーには1879年から営業運転を開始したスチームトラム牽引の客車列車による路面軌道を始祖とする路面電車が存在し、1950年代には290km にも及ぶ大規模な路線網が存在していた。だが、モータリーゼーションの進展の中で、自家用車や路線バスへの急速な置き換えが進んだ結果、1961年2月25日をもってシドニーから路面電車は一旦姿を消した。その後、石油危機や環境問題への意識の高まりを受けて、路面電車の見直しが進み、シドニーでも都市の再開発に合わせて輸送力が高い路面電車を復活させる動きが始まり、アブグループの鉄道部門であるアブトランスポーテーションを主体とした企業グループによって建設、運営組織となるシドニーライトレールが設立された。そして同社がアドトランスへ向けて発注を実施したのが同社が開発した超低床電車のバリオバーンであった。バリオバーンは台車がないフローティング車体を挟んだ連接式の路面電車車両で台車に車軸が存在しない独立車輪式台車を用いることで車内の段差をなくし車内全体の床上高さを抑えた 100% 低床構造を実現させているのが特徴である。そのため前後車体に設置されている動力台車は各車輪の外側に主電動機が設置され継ぎ手によって直接動力が伝えられるハブモーター駆動が採用されていた。座席は2人掛けのクロスシートを基本としていたが、車幅を 2650mm と広くとっていることから通路の幅を広く取ることが可能となっていた。車両番号は2101から始まっていたが、これはシドニー市電最後の車両となった R1 系2087の続版としたことが理由である。1996年から製造が行われ1997年から納入が始まった車両は同年8月11日から始まった試運転を兼ねた無料運転に使用された後8月31日に実施されたライトレールの開業式典を経て翌9月1日から営業運転を開始した。開通に備えて導入された車両は7両であったがそのうち2106は2013年に発生した脱線事故で損傷し廃車、解体された。それ以外の6両は以降も営業運転に使用されたが、新型車両のウルボス3が導入されたことに伴い、2015年に営業運転から撤退した。引退後は全車両とも売却が検討されていたものの買い手は現れず、3年半もの間屋外に留置された後に、ほとんどの車両が解体された。しかし、ラストナンバーの2107の未解体を逃れ、2018年10月にシドニー路面電車博物館へと搬入された。それ以降は他社の部品も用いた修復作業が実施されており、将来的には動態保存運転が計画されている。ただし、2020年時点で冷房装置や制御装置をはじめとした車両自体の修復のみならず、博物館の保存路線の分岐器や架線がバリオバーンの構造と適合していないことなど、施設側の都合もあり、乗客を乗せない短距離の走行のみ許可されている状況である。ありがとうございます。